俺好きな子できた。へえ、ゲームでそんなことあるんだね。あかね、したい。はあ、装備ちゃんと回収されてんのかな。課金しなきゃよかった。ゲームの服3000円分買っちゃったよ。山田、ああこういうやつだったわ。ちょっと不愛想で印象悪かったんだよな。しかもかなり廃人っぽいタイプ。違うよっと。はっ、いけない、ついイライラし山田嫌い。山田がいなくなってからログアウトしてやる。ん、本当にごめん。どうせもうその子と付き合ってるんでしょ。くっそー、あかねー、やっと学校来たか。もう立ち直った？足を捨ててゲームの女を選んだこと絶対後悔させてやる。遅くしてください。惜しいことしたなって。お越しいただきありがとうございます。おー、入場時にあ、女の子がこけてる。アホすぎ。大丈夫っすか？わー、超イケメン。はい、大丈夫です。もしかして私ぶつかっちゃいましたか？とあって周りが見えてなくて。そうっすか。興味はないっすね。アフロの山田。あれ、やっぱ人違い。すいません。すごいんだよマジで。有名人なの？まあ局所的に。そっちもデートなの？まさか一人で？まさか。紹介するね、私の新しい彼氏。違います。お願いします。武士の情けでどうか話を合わせていただけないでしょうか？正気ですか？人助けだと思ってここは一つ、あげます。来場者特典でもらった激レア強化石ですよ。石です。彼氏よ。勝った。なんかちょっと思ってたのと違うけど悔しがってる。悔しいです。たくまいいじゃん、付き合ってよ。一人でいたくないんだもん。うわ、すごい綺麗な子だった。誰っすか？たくまの彼女。まずたくまが誰っすか？私の元彼だよ。ゲームのチャット。お姉さん、あの下手くそなパラディンの人か。今気づいた。はあ、なんか力抜けてきた。そういえばタクマが言ってたけど、プロゲーマーって何？知ってる人のことじゃないですかね。ん、うん、え、嘘でしょ。うわ、まあ恋愛もいいこと。服汚れてる。転んだ時に汚しちゃったか。うわ、足もすりむいてる。はあ、別にいいけどさ、無理やりつき。なんすかその顔。やばついちゃった。そのまま貼っちゃいますよ。だからカメラオンにしませんって。誰？しつこいですよ。うん、すぐ戻る。